はいどうも羊です。今回は批判殺到から大絶賛の嵐チェーンソーマン4話から原作とアニメオリジナルの比較感想についてお話ししていこうと思います。なぜ批判殺到なのかよくわからんすね。相当完成度高いと思うんですけどね、マッパさん。さて4話皆さん見ましたか？いやー、相変わらずのスピード感ある戦闘シーン、こなれてきた共同生活をぶっ壊すパワー投入、あれは良かったですね。散々クソも流せないんか、あのクソ悪魔。ブチ切れのデンジでしたが、サモミジャからの胸を揉む夢がついに現実に。天使とつぶやくデンジが面白かったですね。そこからあまりにも可愛すぎるパワーのエンディング、これは最高じゃないですか。相変わらずクオリティの高いマッパさん、さすがですね。アニメオリジナルが随所に織り交ぜられていましたが、とても自然で良かった。コウモリの悪魔を倒し胸を揉めることに歓喜していたデンジの元に現れたのがヒルの悪魔。この満身創痍の状態でヒルの悪魔と対峙するデンジの胸を揉む前に死ねっかよ、迫力のある戦闘シーンに、そしてスピード感、デンジの狂った狂犬っぷりが見事に描かれていました。この激しいバトルシーンに終止符を打つかのような静寂、秋のコン、この緩急のあるバトルシーンがとても見応えがありました。バトルシーンの後、病室の会話だと筋肉の悪魔が出てくるシーンがありますが、そこはカットされていました。親子を助けるシーンが追加されて置き換わる形で回想シーンで登場し、これ綺麗に繋がってましたよね。細かい描写で言うと、秋のマキマへの報告シーン、ノックをしようとした寸前に一旦やめて窓ガラスで髪を整えてからの入室、そして秋を試すかのようなやり取りや、マキマさんの迫力ある得体の知れない感じが出ていてすごく良かったと思います。秋さんちのモーニングルーティーン、これはアニメオリジナルで平和な日常を意識させてからの日常をぶっ壊すパワー投入、とっても面白い比喩が使われていて底知れぬ面白さを感じました。そしてエンディングテーマである遠吠えさんの錠剤、これも早速ストリーミングでダウンロードしました。週間ランキング現在7位だそうです。そしてこのエンディングテーマなんですが、全12話放送となり週替わりで放送されるそうです。相当気合入ってますよね。パワーちゃんのメイド服やチャイナドレスのコスプレ姿で、あの妙な感じで踊るダンス、相当癖強いですよね。とっても見応えのあるエンディングに仕上がっていると思います。パワーちゃん可愛いですし、他のキャラのあの愛の手、何回も見てしまう中毒性がありますよね。やっぱりアニメオリジナルやアニメのエンディング、オープニングはとっても大事ですからね。戦闘シーンはですね、アニメ制作費だと30分通常で1500万円ほどかかるそうです。今回のような迫力ある戦闘シーンやアニメオリジナルなどが入ると一気に値段が倍以上になり、3000万円を超えてくるような制作費となるようです。これ12話だと数億円とかいうレベルになりますよね。これを回収しないといけない、気合い入れて作らないといけないんでしょうね。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。皆さん感想やコメントあったらぜひお願いします。それじゃまた。